画面の前の皆様、こんにちは。村人Qでございます。デッドバイデイライトサバイバーやっていきましょう。ハロウィンイベントが終わり、PTB 来ておりますが、ライブ版です。はい。まあ、PTB でなんか、おぉ、いいね。まあ、なんかね、嫌な感じのパークが実装されるみたいな感じですけども。まあ、結局、やっぱあれだよね。ノラだと、使いづらいよな。ビッグだ。ノラだってやっぱ使いづらいっていうのはね、結構あるんで。どうなんかなっていう思いはありますね。なんか運営はノラとパーティーの差を縮めたいとか言いつつ、結局のところ、あのパークってパーティーがめちゃくちゃ強いと思うんですよね。うん、あれなんだっけ、あの重責の引き受けだっけ、なんかそんな感じの。怖いから別のところ行こう。ああ。陽一が追われてる。陽一も発電機回してたんで近くかな。これではない。あれか。次行きましょう。よいしょ。一個抜くときにアビリティボタンを押すと、味方の釣り回数を1回引き受けることができるみたいなね。パークなんですけど。結構ね、やっぱね、付け道具かと思いきや、自分が最初に追われちゃうと難しいみたいな。パーティーとかで使うと、自分何釣りだから助けに来てよみたいな感じになると思うんですけど、そういうパーティーでやることってあんまないので、私はあんまない。まあやるにはやったことはあるっちゃあります。全くよく知らない人たちと、なんか、スチームで飛んできたんで、やろうぜ、みたいな。別に、ボイチャ繋ぐとかでもなく、2試合ぐらいやって、まあ、次、キラーやるから抜けるわ、みたいな感じで抜けたんですけど。それと、あと、あれですね、始めたての友達をこう、やかしながらやったっていうのがあるんですけど、それ以外も基本乗らない。もう、そうですね。なので、まあ、あんまりそのパーティーで使って強いパークみたいなのあったとてなって思ってるんですが、まあ、ノラで使っても強いっちゃ強いと思う。安心感とか、まあ、刺さるときは刺さるじゃないですか。まあ、そのね、まあ、安心感実装のときも、にゃんやんやんや言われてましたけど、結局、変わってないよね。待って、このヘックス何？破滅じゃないんだ。ナイス。よいしょ。おー、なるほど。意思回生いいね。弱い糸が追われている。ナイス。そこをやらせてくれよ。
湧いてやってるからいいか。こっちやりましょう。ミカエラも外し始めてるしね。まあいいでしょう、こっちやるぐらいは。あー、なんだろうな、まあ新しいな、あのパークね。やっぱまあ確かに釣りシステムっていう根幹に関わるところではあるんだけど、釣り数を引き受けるっていうね。でもなんかまあパーティー、まあ、パーティーなんかもうどうせじゃないですか。こういうこと言うのもあれなんですけど、どうせパーティーっていう時点でそこだけでもかなりのアドバンテージあるんで、ああそんなにうーんって感じですね。それよりもなんかキラーが弱いっぽいっていうのがなんかちょっと見ててうんって感じです。あの他のキラーもいっぱい弱体化とか入ったらしいんですけど、ダークロードとかチャッキーとか、なんかそもそも新キラーが弱いという評判を聞いております。なんか犬使いのキラーらしいんですよ。犬の扱いがとにかく面倒というか難しいというか、融通が効かないというか。これね、つけちゃダメですね。これね。陽一もやってくれてるんで。ああ、そんなところに。届かないさすがに。そんなこの距離届く、あいつで。助けておくれよ誰か。人誰でもいい、人を求めております。お、来た。やばい、ドワイトが、ドワイト死んじゃう、ドワイト死んじゃう。出はうまい。つけちゃうから。いやこれ出た方がいいんかな、タゲ取って出たいよな、出るんだったら。待て待て、癒しのお姉さんいるぞ、癒しのお姉さんが。任せなさい、癒すの得意だから。でもこれ行ったところでさ、バレるんだよな。この間に外してきてもらえる？あ、こっちしかない感じ？ところに行くか。あるのね。ナイスドワイト。いやこれもう私追ってるってことはもう勝ちじゃない、これは。
さすがに出れるでしょう。向こうでしょ、多分。さすがに。こういう試合も多いんでね、結局やっぱセルボタが最強ってなっちゃう。セルボタスプは。オフレコはストライクみたいな。結局強いよね、みたいな。なっちゃうんだよね。まあ、サバはね、結構、選択肢多いんだよね。今の時点でも。安定パークと言われる、なんていうか、リセットみたいなのが多いんで。結局そこに入り込めるかって言われると、うーんって気はする。まあ、ただ、キラーやってる時に疲れたらめっちゃイライラしそうなパークではあります。あれ、さっきまでに釣りだったよな、みたいな。よっしゃ、最後や、みたいな。せめて、それつけるんだったら、キラーに、それぞれの人が何釣りされたかな、サバイバーで見える、あれつけてほしい。せめて。まあ、どうなるんでしょうね。あと、あれだね。使った後に20秒間無防備になるってあるんだけど、あれが良くないね。せめて1分衰弱で。せめて。せめて1分衰弱。負傷状態だと使えないと。それぐらいだったら、まあ、許せるかなって感じですよ、ね。20秒の無防備なんかもうないに等しいんで、本当にもうキャンプしてるところに突っ込んでいったぐらいじゃないと。なのでね、まあどう調整するかって、まあ、まさかそのまま出てくるなんてことはないと思いますけど、まあまあこんな感じで、はい、ございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。